小池氏が都知事になって以降、徹底して批判してきました。ブログでも何でも何でも、もうこのボリューム、全部合わせると大変な字数になると思いますね。もうあまりに批判することが多すぎて、まあ、確かに気を方変のある方だと思うんですけれども、大原さんが一番そのまあ政治家小池百合子さんを見てどこが一番こう、まあ、問題というかこう大きなこう課題というかこう気になるところがあるんでしょうか。私が小池都政を批判してきたのは、こうまさにその小池劇場って言われるやり方ですね。上手ですよね、確かにね。これがね、上手とかっていうレベルじゃない。じゃないんですか。コンプライアンス的に考えると、一見正しいことを言ってそうに見えるわけですよ、一見その情報公開とか、そうですね、安全じゃなくて安心が大事だとか、一見、ところが そういう抽象的な言葉で正しいことを言ってるように見せかけて、その具体的なところは全部勝手に自分の都合のいいように解釈して、で中身的には全く論理的につじつまの合わないことをやってる。なるほど。で結局その都民ファーストって言ってるけど、その全然都民ファーストでも何でもなくて、小池ファーストなんですよ。なるほど。全部その自分の都合のいい、政治的に都合のいいことばっかりやってる。まあ、それを私は小池氏が都知事になって以降、突然ね、豊洲一条への移転を延期、すると、大パフォーマンスですよね。あそこからいろんなことがデタラメに展開していったんですよ。その決断が正しかったということを言うために、これどう考えてもあの時点で移転延期なんてやるべきではなかった。なるほど。ありえないですよ、もう大混乱になったわけですよ。でもその言い出しちゃった以上それを正当化するしかない。そのためにしばらくして持ち出したのが盛戸問題ですよ。盛戸問題、盛戸がなかった、なんかみんな意味が分かんないうちに中がもうガランドで、危険気象時が一社、入札だった、これが問題だって言うんですけど、これそれ自体が問題じゃないんですよ。だって当時はもう東日本大震災の後の、その建設工事ラッシュの状態で、もう諸物価が高騰する、人件費が高騰する、それまでの設計価格じゃ全然採算取れないんですよ。なるほどね。だから一社入札どころかどこも応札しないっていう状態だったんですよ。それをたまたま一社入札だった、どっかがまあしょうがないということで、採算はでも確保で応札したところ、談合の疑いがあると言って、これ全部禁止にするわけですよ。いやもうとにかくやってることは何から何まで出た。